忍者 ZX-6R は、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造している、4ストロークの輸出市場向けの大型自動二輪車で、ある。日本では市販モデルが逆輸入にて販売されている。レース専用車においては、正規でも販売されていた。かつて存在した派生車 ZX-6RR についても、本校で詳述する。 ZX-6R の元々のエンジンは、スーパースポーツ世界選手権に出場する他のライバルと、同じ 599cc 水冷4ストローク、直列4気筒であった。市販車が、レース思考を強くしすぎると、サスペンションが硬すぎる、低速トルクがないなどと、一般ユーザーが犠牲になる面も目立ち始めていた。そこで2002年に、 他社の 600cc クラススーパースポーツモデルと差別化を図り行動走行を重視した排気量 636cc の ZX-6R を登場させたのである。一方でレース参戦を前提にした排気量 599cc モデルには ZX-6RR という故障が与えられた。2002年モデルまではフレームなどを ZX-9R と共用とし、開発が進められてきた。2003年、ZX-9R が、ZX-10R となったため、ZX-6R 単独での開発が行われ、専用パーツが投入された。2005年のフルモデルチェンジで、空力特性に優れたセンターアップマフラーなどを投入し、フレームを含めすべてを専用設計とし、 忍者シリーズ最小のセディチ0.27を実現させるためにデザインを2003年モデルと比較し、エッジの取れたデザインとなった。エンジンに関しては、排気デバイスの採用やファイは、従来からのツインバルブ方式に加え、ツインジェクターを採用、旧排気バルブを体系化するなど、高回転域のエンジンパワーのみならず、中低速域のトルクにおいても向上させている。 2007年のフルモデルチェンジでは、開発に、元、WGP ライダーまさこともみを起用し、車体デザインの変更だけでなく、エンジンを完全に一新して、全回転域においての扱いやすさを向上させた。これにより、行動用 636cc モデルは廃止され、599cc モデルが、ZX-6R の社名を受け継ぐことになった。 2009年のフルモデルチェンジでは、それまでのセンターアップマフラーからサイド出し、ショートマフラーに変更。またフロントホークに、初ア製の BPF を採用し、足回りを刷新した。さらにスリッパークラッチやオーリンズ製のツインチューブスターリングダンパーを標準装備した。2012年のフルモデルチェンジでは、エンジン排気量を再び 636cc として、行動走行を重視し、 フロントフォークを左右別構造式の体型フォークである S カイ、BP に換装した。またトラクションコントロールも装備し、追加仕様として ABS 搭載モデルも併売される。なお、先代の 600cc モデルも欧州のレース向けとして継続販売される。2018年に2019年モデルが発表された。フルモデルチェンジとなった。 ZX-6R は、逆スラント形状の LED ヘッドライトなど忍者250、忍者 400R と共通のデザインとなっている。新装備としては、クイックシフター、ハザードランプスイッチが装備された。なお、川崎の日本国内販売元である、川崎モータースジャパンは、レース専用モデルとしての ZX-6R を、毎年期間限定で特別販売しており、 2012年のベース車両は 600cc のアメリカ仕様で同社の認定保証は受けられない。レース専用モデルであるためにリモビライザーは装備されておらず、また一般行動での走行はできない。欧州仕様を参考値。ありがとうございます。